こんにちは、かなです。今日は N4 の漢字10個やります。今日は時間と動きに関する漢字をやります。では早速1つ目、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12画で朝とか朝と言います。これ一つで朝、例えば朝日、朝日、あら変なちょっと、朝日は朝の太陽のことを朝日と言います。それから早朝、これは朝と言います。早朝は朝早くのことを早朝と言います。その他には毎朝、毎朝、毎日の朝、毎日毎日繰り返される朝のことを毎朝。その他には朝食、この時は朝、朝朝ごはんを朝食と言います。では次、1、2、3、4、5、6、7、8、9、嗅覚で中とか昼と言います。これ一つで昼、昼、昼休み、昼休み。その他には昼食、この時は昼、昼食。では次、1、2、3、三角で夕とか席と言います。例えばこれに食で夕食、夕食。夕日、夕日は沈んでいく太陽のことを夕日と言います。あと夕立、夕立は、急にたくさんの雨が降ってくることを夕立と言います。その他には、一朝、一夕、一朝一夕、一朝一夕はすごく短い時間の間のことを一朝一夕と言います。では次、1、
1、2、3、4、5、6、7、8。やとかよ、夜と読みます。これ一つで夜。あとは今夜、今夜、今日の夜のこと、今夜。その他には昼夜、昼夜は昼も夜もという意味。例えば昼夜問わず仕事です、昼も夜も関係なく仕事をし続けてますという意味になります。その他には夜風、夜と読みます。夜風はもう外の気温が下がって少し涼しくなった時の風を夜風と言います。あとは夜更かし、これも夜と読みます。夜更かしは夜遅くまでずっと起きていることを夜更かしと言います。では次、1、2、3、4、5。語学でリスとか竜、立つと読みます。これにつをつけて立つ。立つは座っているところ、こう立つ、立つ。例えば立ち寄る、立ち寄るは目的のところに行くまでの間に、このここのお店に行こうとしているのに、ここからここまでのお店に行くのに、どこか違うところのお店に行ってしまうことを違うお店に立ち寄るなどと言います。あとは自立、ここは立と言います。自立は自分の力で立っていること。あとは親から自立して一人暮らしをするあの時などのような時に自立を使います。その他は建立と言います。建立、これはお寺とか塔を建てるときのことを建立というので、一般的にはあまり使わないです。では次、1、2、3、4、5、6、7、8。八角で歩、歩、歩く、歩むと読みます。ここに句をつけて歩く。これ無がつくと目がつくと歩むになります。その他には道、歩道、歩と言います。歩道、道路の人が歩く部分を歩道と言います。
農家には歩合、全体の何割とかパーセンテージのことを歩合と言います。では次、1、2、3、4、5、6、7、7画で走とか走ると言います。ここにるをつけたら走る。その他には脱走、脱走はその場所から逃げ出すことを脱走と言います。例えば刑務所を脱走するなどと使います。徒競走、これもそう。徒競走は運動会とかで走る競技のことを徒競走と言います。その他には特別な読み方でシワス、シワスは12月のことをシワスと言います。では次、1、2、3、4、4画でしとか止めるとか止まる。ここにまると書いて止まる。例えば行きとまり、これは行き止まり、行きどどと読みます。行き止まりは、道路があったらもうそれ以上行けないところを行き止まり、ここが行き止まりです。その他には止血、止血、これは出血している血、怪我をして血が出てしまったところを止血する、血を止めることを止血と言います。帽子、何かから防いで止めることを帽子と言います。感染拡大防止などニュースでやってます。では次、1、2、3、4、5、五画で今日とか子、猿と言います。これにるをつけて、あ、ちょっと猿、バイバーイを猿。その他にはわかりづらいのかな、これは去年去年で前の年のこと、今年の前を去年と言います。その他にはとかに使う過去を言います。では次、1、2、3、4、5、6、7、
8910画で木とか起きる切るをつけて、お、はや、起き、その他には、起立。起立は座ってるときに立つことを起立と言います。その他には起点、文法の拡張子のところで出てきました。起点、何かが始まる場所のことを起点と言いましたね。の起点です。この字を書きます。今日は N4 の漢字10個やりました。こんな風に文法の中に出てくる言葉も少しずつ出てきてます。文法の動画ではひらがなを使うことが多いのですが、漢字を覚えると文法の方の意味も少しずつ分かってきます。だんだんこうリンクしていくので頑張って覚えましょう。今日はここまで。またね。